したマンボウを釣り上げた、いい調子。マンボウ来た、めっちゃビビったんですけど。皆さんこんにちは。ただいまのアイナトーン、時刻は2020年7月11日土曜日の午後5時30分です。本日は夕方6時まで広場で夏の釣り大会が開催されています。それでは本日も良い一日をお過ごしください。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで今回釣り大会やんね。めっちゃ久々。またあれやん、魚系の景品をゲットしなければ。今のところ可愛いものばっかりやったけど、どうなんかな。でもね、虫系は結構微妙やったよね。虫取り大会の景品は微妙やった。こんにちは、エナさん。今日はあなたにプレゼントがあるの。大したものじゃなくて悪いけど、もらってくれると嬉しいわ。普段のコーディネートにこのアイテムをちょい足しするだけでおしゃれ度がグッドアップするわよ。使ってみて、積んだら。なになに、普段のコーディネートにこのアイテムをプラス。オーバルメガネ。じゃん。あ、いいね、いいね。あ、なんかね、これさ、この間私動画外でラコスクにもらったんやけど、マーメイドのプリンセスドレス。まあ、ちょっと、今帽子とかがあれやけど。ね、可愛くない？めっちゃ。あれなんやね。こういうアイテムもくれるんやね。ちょ、待って。とりあえず外したこーっと。あ、で、このアワビとゴマダラカミキリはまた新しくゲットしたけん、寄贈しに行こうかなと。釣り竿やね。よし、オッケー、オッケー。ということで、さあ、挑戦させてくださいます。ウェイウェイ、久しぶりじゃん。生きてる魚コレクターのジャスティンだぜ。今日一日、アイラトン釣り大会のホストをやらせてもらうから、よろしく。てか、釣り大会、ただいま開催中だよ。午後6時まで受け付けてるから、ガンガン参加してくれよな。釣り大会のルールは簡単。制限時間3分以内に、できるだけたくさんの魚を釣ってね。釣った魚の数に応じて、ポイントがもらえるよ。ポイントを貯めたら、俺がプロデュースした魚グッズと交換できるから、ガンガンチャレンジしてくれよな。ちなみに、釣った魚はそのテントの下の、クーラーボックスに入るシステムになってるからね。つまり、釣り竿1本あれば、持ち物の空きを気にすることなく、いつでも参加できるってことさ。じゃあ早速だけど、釣り大会に参加しちゃう？今日初めての人は参加費無料だよ。します。ウェイ、そうこなくっちゃ。それじゃあ今から3分測るから、魚をたくさん釣り上げてくれよな。3匹以上釣れたら、ボーナスポイントもつくから頑張って。じゃあ行くよ。行くよ、行くよー。スタートー。よし。釣りまくってやろうじゃないか。張り切ってきたけど何もいないんですが、とりあえずあのね、大きさ勝負じゃないけん何かしら釣りたいんですけど。え、魚います？え、待って待って待って、こんなにおらんとかある？え、何釣り尽くされました？ここに1匹。よし、来い。いいね。一発で見つけてくれる感じ。はい、来たー。一匹。あ、しかもいいやん、イシダイ。ね、高級や、高級。やったーね。ちょ、待って。後で拾います。後で拾います。これはスズキかな。さあ、来い。あー、これちょっとずれた感じ。さあ、来い。よし。3匹以上でボーナスポイントよね。お、タイヤン、やった。高級魚続く。やった、やった。ね、これやったら、買い取ってもらうのも、いい値段するし。ちょ、待って、もうちょい向こうやね。さあ、来い。待って。もうちょい手前。この辺だ。来い。ちょ、待って。1が。うまいこといかないんですが。おっ、よっしゃ、一発。お、フグ、ハリセンボン。お、ハリセンボン、イエーイ。フグあんなトゲないよね。これで一応ボーナスポイントはついた。よし、来い。あと1分や、あと1分。は
はい。アジー。よし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 。さあ、あとは。あとはどうだ。待って待って待って、全然釣れんねえけど、てか全然おらんねえけど。いない。あ、あそこに。めっちゃちっこいの。ほい。焦りすぎた。くそー。待って、焦りすぎた、焦りすぎた。く、お、これ。あと20秒。来い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 。よっしゃ、一発。なんや。お、やったー、タイ2匹目やん。やったね。今んとこさ、金額めっちゃいい感じじゃない？待って、なんか、風船流れてきたけど。魚がいない。あ、ここの、釣り大会フィニッシュ。5。ちょ、待って待って待って。パチンコ。パチンコ。この辺か。はい、来たー。お。タキシードドレス。こんな感じ。まあ、何やっても今ね、この帽子には全然合わないから。ちょ、待って。で、さっきの瓶を、回収してきておく。はい。オッケー。中身は？これを拾ったラッキーな君へ。昨日、島の中を散歩しながら、DIY の材料を集めたら、素敵なレシピを思いついたんだ。みんなにも知ってほしかったから、作り方を瓶に入れておいたよ。よかったら君も作ってみてね。職人のペーターより。お、ペーターやん。ダンボールベッドはもう持ってるんだ。持ってるというか、もう知ってるんだ。く。お、待って待って、ゲンゴロウオリアン。ちょ、取っとこう。は、あー、向こう側へ行ってしまった。お魚もなかなかにじらしようつね。でもこっちは釣らなきゃ釣らないで、逆に燃えてきちゃうのよ、だってば。頑張れ、シャンティーも。私も頑張る。お。お、なんかマミーさん上から釣りしおりやん。あれ、なんか上におるんやけど。珍しいね、そんなとこで釣りしおるとか。ジャスティーン。ウェイウェイ、お疲れ様。魚たくさん釣れたかな。君がチャレンジに釣った魚はテントの下のクーラーボックスに入ってるから、後で確認してくれよな。あ、もちろんいらないなら俺が全部買い取るから教えてね。まあとにかく先に君が参加したチャレンジの結果を確認しちゃうね。クーラーボックスに入った魚の数は全部で5匹。あ、3匹以上だからボーナスがもらえるね。おめでとう、7ポイント獲得だよ。ウェイ、上がる。ちなみに獲得したポイントは勝手に決めた友達ポイントとして溜まっていくシステムだからね。ポイントが溜まったら豪華魚グッズと交換できるし、また確認してくれよな。魚を売り飛ばしていいですかね。はい、全部いらないです。買い取って。オッケー、任せて。君のクーラーボックスの魚は5匹。種類はっと。全部で1万7200ベルになるけどいいかな。めっちゃいい、売ります。やったね。ってことでもう一回参加する。はい。参加します。オッケー、待ってました。2回目。くそ。はい、4匹。ってことでちょっとこれもね。みんな固まっとるね、この辺。お魚もなかなかにじらし上手。シャンティーと同じこと言うよりや。俺の忍耐力と運が試されてるな、キ。あー、イライラするぜ。落ち着け、俺。落ち着け、カジロウ。魚のやつめ、オイラとの真剣勝負を逃げるかの心。なんかあれやね。みんなの後ろ姿超可愛いんやけど。釣り竿ちゃんと仕事してよね。全然引っかからないじゃん。あは。もう一回。次ちょっと川で挑戦して。いや別に川って縛らんでもいいか。とりあえず参加して。で、交換しよう。はい、OK でーす。待って、そのさ、スタートってなるときまでに、
魚の前に行きたいんよね。はい、結果は5匹。はい、ボーナスゲット7ポイント。ということでポイント交換しよう。豪華魚グッズ、何がもらえるんか楽しみやわ。で、クーラーボックスの中身は買い取ってね。オッケー、任せて。君のクーラーボックスの魚は2匹。種類はと。全部で23,250ベル。思った以上に高かった。売ります。毎度あり。やばくない？はい。ってことで、ちょっとグッズの交換を。他のこと。それじゃあこれかな。大会に参加してくれた人はね、サービスで魚の高額買い取りもやってるぜ。ポイント交換も。君のポイントは20ポイントだね。ぴったり。オッケー。10ポイント使って商品と交換するぜ。お、これは俺がプロデュースした魚グッズ、フィッシングバッグをプレゼント。あ、ってことはあの魚ポーチとは違うんやね。またはい、交換します。オッケー、10ポイント使って商品と交換するぜ。かぶりとかはなしなんかな。これ俺がプロデュースした魚グッズ、お魚のドアプレートをプレゼント。あ、お魚のドアプレート、私島巡りで見た気がする。可愛かった。ちょっと待って、とりあえずあのフィッシングバッグ。あ、すごい、こんな感じ、可愛い。可愛い、いいね、いいね、釣りにぴったりって感じで。お魚のドアプレートはね、ちょっとつけてきてみよう。まあ、今のこの貝殻のやつもいいんやけど、お魚のドアプレート、じゃーん、かわいい。え、いいね、いいね。これめっちゃさ、さくらももこ感が半端なくない？なんかそんな感じすることない？フィッシングバッグ超かわいいけど、なんか小魚とか入れれそうじゃない？そんなにでかくないかな。なんかこのピンクと水色の組み合わせ超好きなんやけど、ね、いいよね。よきよき。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで今回もジャスティンからのプレゼント、まあ、プレゼントっていうかグッズが両方とも大満足で。虫の方がどうにかならんもんかな。